セブンティーンを先輩に持つプロミスナイン、先日カムバックを果たしたプロミスナインは現在様々なコンテンツに出演中ですが、昨日放送されたミュージックバンクでプロミスナインのベックチヨンが番組の MC であり大人気男性アイドルグループエナイプのメンバーパクソンフンへ熱烈なラブサインを送っていたと話題になっています。チヨンは今年で満19歳、サンフンは今年で満20歳ですが、この年も近い2人のアイドルは一体どんな関係なのでしょうか。番組内ではジホンがサンフンの方向を見つめるシーンが目立ち、メンバーが誰も見ていない場面でも一人だけサンフンの方を微笑みながら見ていますね。またインタビュー後にサンフンの方を見つめているシーンも、この日のみではなく別日のインタビュー動画でもサンフンを見つめるシーンがキャプチャーされ話題になりました。2人は同レーベルハイブに所属し、ハイブに所属する女性アイドルと男性アイドルの交流が増え、ファンから批判が出ているさなかのこの論争、ジホンがエナイプの楽曲にハマっていたことやTikTok でエナイプンとフロミスナインがコラボしていたことなどで、ジホンはソンフンが気になっている恋愛関係なのかという声が広がっています。もちろん同じレベルなので裏では交流もあるでしょうが、同じミュージックバンクの MC チャン・ウォニョンは他のアイドルと目を合わせ、異性アイドルと目を合わせるなんてプロ意識が足りないなどの批判が出たことは有名ですが、このようなジホンの番組中に異性アイドルを何度も見つめるという行為にプロ意識が欠けているのではということも問題になっているようです。その後ジホンはプライベートメールに、ファンの方向を見ていた、メンバーのことで笑っていたと弁明しましたが、一部ではではなぜソンフンは笑っていたのかという声が上がっていました。見つめられている相手ソンフンの反応もまんざらではないようで、微笑んでいるように見えますね。これによって SNS では様々な憶測が飛び交い、韓国の掲示板では誰が見たってジホンとソンフンは付き合ってるじゃん、ただジホンはソンフンに惚れているんだろう、ジホンにとってソンフンは兄のような存在なのかもなどの声が、2人は普段異性関係の話題があまり出ないだけに今回のことで驚いているファンも多いようです。皆さんはどう思いますか？